ちろん今具体的に何か構想があるわけではまだないと思うんですけども、うん、やるとしたらこう2号店というイメージなのか、うん、それともなんか店舗移転みたいな感じでやっぱり菅原さんがなんか、ま、こっちを誰かに任せるんじゃなくて、うん、っていう感じなのか、どっちのイメージなのか。あ、そうですね、自分でやる感じですね。その2店舗目とかそういうことじゃなくて、うん、なんかただやっぱりね、何にするにしてもやっぱお金必要になってきますし、うん、どっちにしても狭くするにしても何にしてもそうですし、基盤を作らないとダメじゃないですか、うん、やっぱ何やるにしても。でそれやっとお客さん来てくれるかどうかもわからないですし、うん、ただなんかもっといいもので、もっとなんだろうな、もっと集中してね、クオリティの高いもの、うん、出せるはずなんだけどなっていうのはずっとあるんで、ちょっとそのストレスをたまに感じるときが自分であって、うん、でスタッフ、まあね、これの規模でやったらスタッフも使わなきゃならないじゃないですか。でもスタッフ本当によく頑張ってくれてるんですけども、でもやっぱりスタッフにものを伝えるっていうのもなかなかね、やっぱこれ大変なことで、そういうことをいろいろ考えてると、なんかこう広げていったりとか、うんうん、今以上のメニューをやったりとかっていうのは全然考えてなくて、逆になんか逆の方向、はい、うん、でなんか考えてますね。その限定メニューを確かにやられない方針っていうのはやっぱりツイッターとかでよ見させていただいたことは確かあったと思うんですけれども、でもそこにはそういった思いというか、そうですね、真意があったんですね。なんかやらないっていうのもあるし、まあ、やれないっていうのがまあ正直なあれなのかもしれないですけども、まあ、味噌塩醤油っていう定番のメニューがあって、でやっぱりやるってなると何か削らないとダメなんですよね。で今なんかずっとこう来てくれてる方、うん、とか、そのうちがやってるレギュラーのラーメンを食べたいってやっぱり思ってくれてる方に来ていただきたいというのがあるんで、やっぱりそのレギュラーのメニューを休んでまで、うん、何かやらないでまで、うん、別に新たなものとか、うん、っていうのは、まあ過去にはね、ちょっと 2商品ぐらいはやったことあるんですけども、はい、あのちょっとカップ麺の関係で、ちょっとそれ、そうですね、ちょっとお店でもやっぱりね、あの出しておくべきだろうということで、はい、それとあとあのちょっともうラーメン雑誌 の限定でちょっとあのお願いされまして、うん、ちょっと元気の出るあのラーメンというのをテーマにみたいな感じで、はい、うん、でまあ、それも、まあ、じゃあちょっと今回はということでやらせてもらって、はい、うん、2個だけですね。それもやっぱり結局塩と醤油はやらずに、うん、夜限定で やったので、うん、定番をちょっとやっぱりお休みをしたっていうことがあったんですね。そしたらあのラーメンを一旦横に置いていただいて、こう菅原さんご自身が個人的に今後何かやってみたいこととか挑戦したいことって何かありますか？やってみたいこと、それ お仕事としてってことですか？いや、もう仕事抜きでもう大丈夫です。もっと趣味のこととか、もっと時間があれば本当はこういうことやってみたいんだよねみたいなことがあれば。なんでしょうね、 いっぱいありますね。なんか時間があればやってみたいことは本当にいっぱいあるんですけども、年齢もね、もういい年齢になってきたんで、なんだろう、まあ、料理はなんかそのちょっと興味はありますよね、やっぱりね。あの僕も基本的に自分のこと料理人だと思ってないんで、僕はラーメン屋の親父だと思ってるんで、まあよくね、ラーメンは料理って今ね、やっぱ皆さん、まあそういうものもすごいありますし、すごい志だと思うんですけど、僕はもうあの、まあすみれ社長もよくね、あの言ってましたけど、僕に別にお前ただのラーメン屋の親父だよって。僕もそれなんで、本当ただの近所のラーメン屋の味だと思ってるんで、あんまりその料理を作ってるっていう意識はそんなにないですやっぱり、うん、だからもしそれをやりたいんであれば多分この業界には来てなかったと思うので、うん、違うことやってたと思うので、はい、うん、天ぷら揚げたりとかしてたと思うんでね、はい、やっぱりね、なるほど、
から、まあ、ちょっとそういう料理、はい、うんとかは、ちょっと興味があるかやってみたいですね。あ、まあ、でやっぱねせっかく作ることやってるんで、はい、うん、でまあね、それこそ音楽、まあ、メタルとかも聞いてたんで過去に楽器ちょっとやったりとかしたこともあったんですけど、はい、全然ダメで、やっぱ不器用だから、はい、全然1週間も続かないで、うん、まあ、そういうのもあるんで、まあ、本当に時間があればね、そういうのもやってみたいな、またやってみたいなとか、うん、運動系はねちょっとやっぱりだいぶ体力落ちてきたんでそんなに、まあ、あれですけど、まあ、本当になんか、まあ、そうですね、あとは時間があればやりたいのは、まあ、さっきもあのちらっと、ね、お話出してくれましたけど、まああれですね、はい、時間があれば海外に、はい、海外のライブハウスに、はい、あのベビーメタルの海外のライブに行ってみたいですね、はい、あのツアーとかにね、はい、それはすごいずっと行きたいなって、はい、自分の店だったら行けるかなと思ったんですけど、はい、もう全然そんな行ってる暇はなくて、はい、ちょっと今あれですよ、鉢巻きしてるせいか、ね、そういう葛藤がありましたね。ああ、そう。いや、すごくいいと思います、まあね、恥ずかしいことじゃないんでね、そうです、そうです、いろいろ応援してるあれなんで、まあ、それはすごい思いますね、はい、海外ちょっと行ってみたいなって。そのオープンされてからこう2年間ほど験担ぎでゼロ干渉を封印されてて、はい、で今は何かまた新たな験担ぎで、うん、その我慢されてることとかってあったりするんですか。まあ、いや今そんなにないですね、今はね、うん、じゃあもうお酒をちょっと控えたりとかぐらいは、ね、しますけど、いや日本でライブがあればライブも、まあ、ライブはそうですね、日本では大体国内はまあ行かせていただいて、まあ、はい、そうですよね、海外だと多分もっとコンパクトなサイズで、そうですね、距離感も近くてっていうのも多分楽しめますもんね。あとやっぱ映像ね見ててその海外のやっぱりライブのやつとか見るとやっぱね行きたいなと思いますよね。なるほど、なるほど。そしたらじゃあ時間があればそういったライブに行ってみたいということと、あとはあれですね、チャーハンとか、うん、そういったなんか町中華メニューとか、あーそうですね、チャーハンとかも本当はね、本当はチャーハンやりたいんですけど、うん、それこそシンガさんとコラボとか、なんか面白そうですね。本当そういうのやりたいんですけどね、はい、なかなかちょっとできないメニューも、だから本当は限定はやらないですけど、やりたいメニューはあるんですよちょっと、うんうん、まあね、それもやっぱやれない、やれてないので、うん、ちょっとそういう環境、うんうん、まあ、ちょっとできればなとは思うんですけどね。そしてあの最後の質問になるんですけども、はい、修行を始められた頃から、はい、今日に至るまですごく大切にしてきていて、これだけは今後も変わらないだろうなっていう、例えば誰かからもらった言葉とか、ずっと大切にしている思いなどがあれば教えていただけますでしょうか。そうですね、ずっと大事にしてる、まあ僕はまあさっきも店舗展開の話とかもそうですけども、まあ、自分が作る、うん、っていうのがやっぱりちょっとすごい、まあ、こだわりまではいかないですけど、まあ、当たり前っていうか大事でして、うちのなんだろうね、あの兄弟子先輩たち見ててもそうだと思うんですけども、みんなお店にいるんですよ、はい、あの店舗出さないで、はい、それをずっと見てきてるし、自分もそういうもんだと思ってるんで、うん、商売下手くそっていうのをたまに言われる時あるんですけども、うん、なんかそれは大事にしてるというか、やっぱり自分が作って自分のものを出す、だからその弟子取らないんですかとか、うんうん、言われるんですけども、なんかあんまそういう方向にはいかない、まあ、この先はちょっとわからないですけども、うん、結局今うちは自分で僕は麺あげて調理もして盛り付けしてって全部やってるんですけども、盛り付けぐらいはちょっとアルバイトにちょっと教えていかないとダメだと思うんですけど、それもそれはやっぱりちょっとためらいがあるというか自分でやってしまうんで、うん、それは、まあ、お客さんでもやっぱりねそれ見ててくれて、いや大将が、ね、最後に
こうラーメン盛り付けて調理全部やってネギ乗せて最後にね生姜すって生姜を絞ってキュッと乗せてくれて、うん、そこまでやってくれるから俺来てるんですよって言ってくれる人もいるんで、やっぱそういう、まあ、みんながみんなじゃないと思うんですけどね、うん、そんなこと人に言わせて早く中入れろよと思ってる人もいると思うんですけども、はい、うん、でもなんかそこはでも自分の 中でちょっとまあ中から来てくれてる人もいるんだなっていうのがあって、自分もやっぱり多分それを店を選んでいってたかもしれないので、なるほど、そこはなんかやっぱり、うん、自分が教えて他の人が作ったラーメンを出すんじゃなくて、やっぱり自分自身が作り上げたラーメンを出したいなっていうのはずっとありますね。やっぱり、ね、常にずっとなるべくそれをやっていきたいなっていうのは、すごい大変なことなんですけども、うん、それはできる限りやっていきたいとは思ってますね、やっぱね。確かにこう材料とか作り方ってレシピに書き起こすこともできるかもしれないですけども、うん、じゃあ味噌を焼く時のフライパンの温度が何度なのかとか、うん、それによってじゃあ焼く時間が今日はちょっと数秒長くしなきゃいけない、うん、短く揚げなきゃいけないとかっていうところはやっぱ感覚ですもんね。そうですね、うん、だからそこをレシピ通りにできるアルバイトなのか、なんかマシンなのか分からないですけど、うん、そしてやっぱちょっとずつ味がブレていって、うん、っていうところにつながりますもんね。だからまあ皆さん多分自分でやってる方が多いんだと思います、うん、だからで札幌の、まあ、僕らの一番ね兄弟子になりますけど、サイミさんだってずっとやっぱり朝から晩まで、ね、もう20創業20何になりますけど、うん、まあ、ずっと未だやってますからね。だからそういう方ほぼほぼ店主がみんなやってるんで、だからそこそういうラーメンなのかもしれないですね、うん、自分でやっててもやっぱりブレるんで日々、うん、はい、だからやっぱそれをやっとなかなか人に任せるっていうことが、うん、できないですよね、やっぱね。でもこう以前このインタビューにも、あの鎌倉で今年29周年を迎えるカフェのマスターに出ていただいたんですけども、はい、その方も一時期はあの店舗展開をされて、うん、ご自身でコーヒーをドリップされない時期があったらしいんですけど、うん、あのもうこの10年以上はコーヒーのドリップは絶対にマスターがやるって決めるようにされて、なんかそこのなんか朝から晩までコーヒードリップしなきゃいけない大変なんですけども、やっぱりそれを楽しみに来てる方がいるっていうさっきのお話はすごく腑に落ちるところがあって、だから僕もあの味噌ラーメンはいろんなお店出されてますし、スミレご出身のお店もたくさんあるんですけども、なんでいつもサントラに行きたくなるかなって思ったら、やっぱそこの思いが皆さん持たれてるとは思うんですけど、特に菅原さんは強く持たれてたのが感じられたのかなと思って、なんか今日感じていただければ、あ、いえ、もう本当に嬉しいです。さっきもねお話ししましたけど、やっぱ20年前のこうスミレを思い出す、ただあのただ単に昔の味を守り続けてるだけだとこんな味だったかなって、こう徐々に自分の味覚は新しくなってくるので古臭くなっちゃうものなんですけど、でもそうじゃない、やっぱり日々ブラッシュアップされてるってところもすごく伝わってきて、本当に嬉しい時間になりました。なんかでも色褪せないのがいいですよね、だから ね自分でもこうやって作っててやってて、そのね昔本当ね50年以上前からあって昔から食べてる味をね、やっぱりね色褪せないで本当にやってますし、ね、それがだからやっぱり、まあ、自分のやってきたものでそうだったんだなって思いますよね。だから、うん、なんかあまりその限定とか創作的なものにも多分目がいかないんだと思いますし、うん、だからね、あの何でしょう、今も最近もね話題になってますけど、家系ラーメンですか、とか、はい、うん、ああいうのもそうですけど、まあ、僕も大好きなんですけどね、はい、直系のこう吉村さん直系の店とかよく行くんです、大好きに行くんですけども、はい、まあ、なんかちょっとした小話なんですけど、スミレの、従業員ってみんな家系好きなんですけど、ね、そうなんです、吉村屋さんとか直系大好きで、はい、あのラーメン博物館に出張できたら、はいはい、終わったら車でみんなで横浜行って、あのカンニアに必ず行くっていう必ずあって、はい、みんなすごい好きで、はい、まあ、ああいうのもそうですけど、一種類じゃないですか、ずっと、はい、あのラーメンだけじゃないですか、はい、
何もやらないじゃないですか、はい、あれをもうね極めてるじゃないですか、はいまだにそれが話題になって YouTube とかでも、うんうんでね、いろんな家系でみたいなね、はい、やっぱそういうもんなんですよねやっぱり、うんやっぱり特に今 SNS でこう賑やかにこう華やかになんか丼も背が高くて限定ガンガン出すっていうそういった素晴らしさも確かにあるんですけどもあの水色の丼で赤いテーブルでなんかチャーシューと海苔とっていうあれは確かにあのビジュアルもたまらないですよね。そうやっぱ食べたくていきますからそのコレクターキッスとかそういうんじゃなくて食べ歩きでね、あここ食べとかないと、ここ食べとかないとっていう感じで行くんじゃなくて、やっぱり本当に食べたくなっていきますから、うん、ああいうものっていうのは、そういう店でありたいですよね、やっぱうちも、だからこそこう、今後も鍋を菅原さんご自身が振り続ける、そうですね、それは、はい。本当にこれからももともと大好きではあったんですけどもより一層今日のお話で大好きになりましてもう引き続きずっと応援をさせていただきますのでとにかくまずはご体調一番で、はい、でまたいつの日かちょっと海外の、はい、ライブにも参戦できる日がありましたらそこも応援させていただきますのでそうですね、はい、その日が来るようにメンバーにラーメンとかね作って振る舞えるのが一番嬉しいんですけどそうですね、そういう機会があれば最高なんですけどねいやでもきっと多分思いはもう届き始めてると思うのではい、はい、もうケータリングでも何でもするんですけども、はい、こっそり来てるんじゃないですか、ね、いやーどうですかね分かんないですけどね、でも本当ラーメン、まあ、せっかく作れるんでね、はい、うんもしこうお好きならね、はい、お好きならちょっと作ってみたいなっていうのはありますね。ちょっと微力ではあるんですけどこのメディアを通じて少しでも近くに届けられるように頑張りますので、はいはい、もう本当に引き続きこれからも頑張っていただけたらと思います、はい、ずっと応援してますので、はい、これからもよろしくお願いいたします。そしたら今日のインタビューはサントラの菅原さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。